こんにちは、賃貸のマスクです。本日は奈良市西大寺北町にあります2階建てアパートのご紹介をさせていただきます。今回のお部屋は2階の 2DK のお部屋となっております。そしたらまずダイニングキッチンの方からのご紹介で、6.5 畳ほどのスペースとなっております。キッチンもね、ちょっと明るい色のものを採用させていただいておりまして、非常に使いやすいキッチンかと思います。またキッチンのところにね、こういった窓がございますので、非常に明るく調理していただけますね。また換気も非常にしやすいかと思います。こちらの方は給湯器のリモコンついておりますので、温度設定が手元で進んでいきますね。こちらが玄関スペースということで、そしてこちら、ロンダーツインターボついております。こちら確認していただいてですね、お話ができますので、防犯面でも安心していただけます。そしてこちらの方は、ね、洗面所ということで、そちらの一部に、お手洗いですね、ございます。はい、こちらの方が、室内洗濯機置き場ということで、こちらの方は独立洗面台ですね、シャンプードレッサーになっております。でこちらの方が浴室ですね。こちらのシャワーも備え付けとなっております。はい、そしてこちらの方が和室6畳のお部屋となっております。ダイニングキッチンとね、つなげて使っていただいたら、非常に広々とした 1LDK としてね、お使いいただけるようになったかと思います。こちらの方にはテレビ、つけれるようになっておりますので、こちらでね、テーブルを少し置いてもらって、こちらでいただけたらと思います。はい、そしてこちらの隣のお部屋の方も6畳の和室となっておりまして、はい、こちらの方は、こちらでお布団を敷いていただいて、寝室としてね、お使いいただけたらと思います。こちらの方は押し入れは 1軒分ぐらいのね、幅がございます。お布団もね、十分に収納していただきます。そしてこちら側がですね、道路に面しておりまして、先ほどのお部屋もそうなんですが、窓がですね、二重サッシになっております。ですので音もね、非常に聞こえづらいところになっておりまして、通路もしにくいので非常にいいところですね。こちらはバルコニーですね。西大寺の駅まで、徒歩、7分ぐらいですね、になっておりますので、大変立地条件もいいかと思います。はい、詳しいご内容はですね、弊社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。